皆さんこんにちは。株式会社アイム今井の代表の今井真嗣と申します。商品開発室、私モルゲンシュテルン今井めぐみと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、アイム今井の方ではアニバーサリー用の衣装を制作している京都のフォーマルファッションメーカーです。これから今日ご案内する商品は最新作です。七五三の着物、子供ドレス、そして、ベビー着物、ベビードレス、そしてこの度、シュガー系のウェディングドレスも発表いたしました。皆さんどうぞごゆっくりご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。それでは早速、先日撮影を終えましたばかりのアイム卒業着物カカマコレクション2021、今年はファッションデザイナー山本関西のブランド、関西に加えまして、シュガー系の2大ブランド発表させていただきました。それではまず動画をご覧くださいませ。どうぞ。動画をご覧いただきましてありがとうございました。それでは次はスライドショーで簡単に作品の紹介をさせてください。お願いいたします。
こちら作品名、梅に藤。テーマはネオクラシック。古典的な絵柄ながらも色で新鮮に遊んでいただきたい、そんな仕上がりとなっております。着物の地色はミルクティーベージュ。とっても珍しい色。こちらオフホワイトでもない新しいトレンドカラーでございます。私のおります商品開発室では約1年前より着物の色、柄、こだわって会議に会議を重ねまして、こちらのミルクティーベージュやっと出会えたカラーでございます。撮影時のコーディネートにはベルベット素材のドットの半襟を合わせました。着物自体はとても古典的なイメージながらも小物使いでネオクラシックとして楽しんでいただけます、そんな作品に仕上がったのではないでしょうか。続きまして、こちら着物の地色がグレージュ。グレージュとはグレーとベージュが掛け合わさった絶妙なニュアンスカラーを表現しております。合わせました袴にはライトベージュ。こちらのコーディネート、着物、袴、帯をすべて同系色でトーンを合わせるのが今季一押しのスタイルでございます。ぜひトライしていただきたいと思います。続いてこちらはクラシックの定番とも言えます濃紺に金茶のコーディネート。少し画像では小さいですが、袴の刺繍、こちらアイムオリジナル袴の刺繍はすべて日本国内の工場で行っております。そのため繊細な色のグラデーション、立体感の表現が美しく仕上がっております。こちらゴールデンイエローにバーガンディの袴合わせ、帯飾りのリボンで後ろ姿も可愛く見せるスタイルアップコーデの完成です。続きまして同じく関西の作品2つ目、作品名モダンジャポネスクでございます。モダンジャポネスク、こちら着物には日本らしい古典的な大輪の花がふんだんにあしらわれております。また地色に対しあえて柄を主張しないという新しい技法の新感覚、透明感のある卒業着物、他カラーにミントグリーンのお着物、そしてブラックの袴を合わせまして、こちら少しシックなイメージに仕上がっております。お色違い、ライトラベンダーのお着物にバーガンディの袴合わせ、半襟にこちらリボンタイプのものを使用しておりまして、すごく清楚なイメージ、そしてキュートなイメージがよく現れているかと思います。こうやって洋服感覚で小物合わせを楽しんでみてもいいのではないでしょうか。続きましてシュガー系、こちら、ドレス着物では弊社オリジナルブランドとして親しんでいただいているかと思いますが、初めて卒業着物袴発表させていただきました。テーマは何といってもシュガー系ドライフラワーでございます。メインフラワーとなるピオニー、アネモネの周りをデザイナーこだわりのドライフラワーで飾り上げた色彩が非常に美しい作品となっております。シュガー系卒業着物袴、ぜひ洋服感覚で楽しんで着用していただけたらいいなというふうに思います。お着物はブラウン、そして袴は不動の人気を誇るオフホワイト。続いてこちらも人気色、お着物にはペールブルー、そして袴にはライトブラウン。お色違いにはペールピンクのお着物にライトブラウンの袴合わせ、もう一色アイボリーのお着物にペールミントグリーンでございます。シュガー系全体として今人気のくすみカラーを表現しております。では最後にシュガー系の振袖でございます。こちら
ドライフラワーが元気いっぱいに弾ける自由奔放な振袖でございます。こちらの振袖、ぜひフォト撮影用の振袖、フォトフリとしてご活用いただけたらいいなというふうに思っております。はい、続きまして、2021シュガーケーウェディングドレスファーストコレクション発表いたしましたのでご覧くださいませ。シュガーケーの今回のテーマはウェディングドレスラスティックスタイル、抜け感のあるスタイルでご提案していきます。結婚式のスタイルがますます変わっていく中、本当に、さりげなく抜け感のあるラスティックなウェディングドレスを提案したいということで、この度当社デザイナーの方が自信を持って制作いたしました。身頃の方はすごくいろんな種類のある上品なレースを使っております。ベルトの方も本革のフリンジをあしらってすごくおしゃれ感を出しております。スカートの方は大柄なエンブロイダリーレースを使ってすごく高級感に満ちあふれるように制作いたしました。今回一番私の好きなウェディングドレスの一つですね。続きましてこちらは七分袖で、すごく抜け感のある、まあ、二の腕も隠せるような便利なドレスで、すごくなんていうんですか、これもラスティックなスタイルですね。ボレロの袖口とウエストのレースは同じモチーフを使って上品で可愛らしく仕上げております。スカートはやはり透明感のある大柄なエンブロイダリーレースを使用しております。はい、続きまして、やはり、これもラスティックなスタイルなんですけれども、深すぎない V ネックラインがおしゃれですね。そして、ベルトの方は写真映えする立体的なビジュベルト、それを使っております。スカートはロケにも対応できる丈夫なレースを使用していますので、ロケーションごとにもすごく適しているかなと思います。はい、こちらの方はスカートにアコーディオンプリーツをあしらったすごくおしゃれなスタジオに似合うプリーツウェディングドレスですね。身頃のシフォンが何とも言えない上品さと可愛らしさ、今っぽさを出しております。トレーンがないのでスカートのタイプですので、これこちらも野外撮影でも安心してご使用いただけます。はい、最後に、シュガーケーのウェディングドレス、こちら今一番売れているドレスです。ボレロを使用しているスカラーレースは上品なフランス製と確かな品質の日本製を組み合わせております。リーズナブルなフォトウェディングにも目立つ部分には本格的な素材をたっぷりと使っております。スカートはチュールの中でも最も透明感があるチュールを使用しております。こちらのドレスは今本当に売れております。バックスタイルのボレロのところもすごくレースが上品で綺麗に仕上がっておりますので、本当にこのボレロ付きのウェディングドレスを持っていただいたら、このボレロだけでも今手持ちのですね、ウェディングドレスに、ご利用いただいたり、幅広く使っていただけるドレスだと思います。それではシュガーケーのドレスにバトンタッチいたします。チャイルドドレスですね、お願いします。こちら今期発表いたしましたシュガーケーの子供ドレス、大人ウェディングドレスと同様長袖も大変人気いただいております。長袖の子供ドレス、珍しいかなと思っていただける方もいらっしゃるかと思いますが、こちら上品で本和歌ヨーロピアンテイストがとっても愛らしい。実はこちらのドレス、環境にも配慮した生地、エコロジカルマテリアルを使用しております。持続が可能なように管理された天然パルプを原料とした生地を使用した、その名も森を装うドレス。今後アイムではお客様にも、そして地球にも優しいものづくりを心がけるとともに、健康な会社を目指して頑張っていきたいと願っております。ありがとうございます。
で、それでは実際に今期発表させていただきました衣装をご覧いただきたいと思います。はい、これプチプリブランドで、一押しの、男の子の、アンサンブル袴フルセットですね。これ今5歳なんですけれども、もちろんサイズ展開3歳、5歳、そして7歳、10歳のハーフ成人式、13歳。この間はお父さんの着物をこれで作っていただけないかなという問い合わせも入りました。すごく幅広くサイズ展開もさせていただいております。続いて女の子の弊社オリジナルブランドプチプリ一番人気商品ご覧いただきたいと思います。でこちらね、3歳の皮膚コート、皮膚ジャケット、ここまでのものも多いかと思うんですが、ぜひ古典的な皮膚コート着用してみてもすごく可愛いかなというふうに私思っております。で胴柄でこちらが7歳の四つ身着物ですね。今回こだわって作った部分としてはバッグ、小物にもこだわって作りまして、こちらのバッグこういう風にかけていただくことももちろんできますし、あと紐をしまい込んでこういう風にクラッチとして子供が持ってみても可愛い。そしてあともう一個、紐を、ね、一重こうして持って、こう手でこのように持っていただいても可愛い、スリーウェイタイプのバッグでございます。まあ、子供さんが本当に幸せに育っていただけるように、長与花代というブランド名、テーマ名をつけました。プチプリの長与花代、蝶と花の柄をあしらった本当におめでたい、作品が出来上がりました。よろしくお願いします。続いてドットスタイルでございます。はい、男の子はこういうふうにドットのカラーバリエーションで羽織と着物、そして袴は、モスグリーンの、ちょっとこんな感じで抜け感のある色を使っております。そして女の子の7歳さんも同じドットで、左右大きなドットと小さなドットを組み合わせて、その上にですね、桜の刺繍をしっかりと打ち込んであります。こちらの作品もすごく男の子女の子男女ペアで、お買い上げいただいたり撮影されているお客さんが本当に多いです。しごきの方もベルベットテープを使っておりますね。このベルベットテープもすごく、高級感があっていいんじゃないでしょうか。こちらがプチプリドットシリーズでございます。続いてシュガーケイの紹介です。こちらシュガーケイのくすみブルーブルーグレーですかねの着物大変よく売れています。後ろこちらの帯もご覧くださいませ。これ姉もねかな、はい、帯の柄が着物に合わせて姉もねの柄で、京都の西陣の方で織っておりますね。ぜひこちらトータルコーディネートで入れていただきたいと思います。お子様もそしてお母様受けもいいように、もう現場から早速お声もいただいております。ちなみにですね、ちょっと今日商品はご用意できなかったんですけども、滋賀県の3歳さんの女の子の皮膚セット、こちらもトータルコーディネートで、作っております。3歳7歳、よろしくお願いしたいと思います。はい、そして先ほどご説明しました滋賀県の7歳さんのアドレス、ご説明お願いします。こちら先ほどスライドショーで紹介させていただきました森を装うドレス、天然パルプ素材を使用しております。こちらまたシュガー系の3歳の長袖のドレスでございまして、今回こういう長袖でラスティック調が
がやはりテーマ、そしてトレンドであるように思います。ぜひですね、恐れることなく、子供さんのドレスにも長袖取り入れて見ていただけたらなというふうに私ども思っております。はい、そしてスカートの方は、先ほどウェディングドレスでご紹介した同じ柄ですね、綿のエンブロイダリーレースを使用しております。こうやってグレーの、スカート生地の上にエンブロイダリーレースを乗せるとすごく柄も少しはっきりして見えますね。こちらが先ほど、動画スライドショーでも見ていただきましたシュガー系のウェディングドレスでございます。スカートが子供ドレスとおそろの素材を使っておりますので、お揃いでお取り扱いいただければ嬉しいです。作品ご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。作品すべて見せきれなかった、今日持ってこれなかった商品たくさんございますので、カタログやデータをお作りしておりますので、ぜひお問い合わせをいただけたらなというふうに思います。お問い合わせ先、今、表示させていただきます。お問い合わせ、お電話、ファックス、メール、そして今回こちらにお気軽 LINE 窓口というものをフォトネクストオンラインに向けて開設させていただきました。というのもやっぱり会社が終わってしまった、時間が間に合わなかった、でも質問がしたいなど、24時間すぐに返事、24時間というわけにはなかなかいかないかもしれませんけれども、すごくできるだけ早く迅速に、ご返信対応させていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひですね、こちらお持ちのお手持ちの携帯電話、そしてタブレット端末など等で、こちら表示されております QR コードを読み取っていただきまして、LINE をつなげていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今ですね、これまでアイム今井さんに、お取引とかある方とかは、お電話番号とかファックスとか、あとメールとかで今までね、コミュニケーション取ってたと思うんですけど、例えばすぐ画像が見たいよとか、あるいはその、先ほどもね、めぐみさんの方からも話があったように、例えば夜の時間帯にスタッフと打ち合わせしてて、明日の朝、連絡しよっかっていうんじゃなくて、スタッフの方と打ち合わせとかあったその時にすぐに何か連絡取りたい、アポ取りたいみたいな時って、この LINE を使っていただければいいよみたいな気持ちで今回作られたっていうことですかね。はい、そうです。全くそうです。すごく少しでも早く皆さんと会話をしていいご提案をしたいという考えのもと、今回、LINE 相談窓口をお作りいたしましたので、皆様本当に何でも結構です。些細なことでも結構ですし、何なりとご質問お声掛けしていただけたら非常に嬉しいです。そうですよね。画像の共有もできるし、カタログ欲しいですってポッと言えれば、で住所ここに送ってくださいって言われれば即送れますし、はい、電話番号、電話での口頭のやり取りだと住所の間違いとかね、そういった失礼がないようにできるから、ちょっとこうお互いのためにもいいですよね。あとその他になんか対応してる、なんかこうこんなこと私たちできますよみたいなのってありますか？そうですね、各地で今後の展示会、東京、名古屋、博多など展示会もさせていただきますし、展示会に今来られないお客様もたくさんいらっしゃるかと思います。その際ですね、弊社ショールームがございまして、ショールームに個別で予約制で京都で展示会させていただくこと可能でございまして、その辺すべてこちらぜひ LINE 窓口でもお電話、ファックス、メールでもお問い合わせいただけたらというふうに思います。あとですね、リモート展示会もぜひさせていただきたいというふうに思っておりまして、お客様のお好きなスタイルで、例えば Zoom 展示会をしてほしいななどご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせいただけますと、迅速に対応させていただきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。
どうですかね、その他なんか今日今言い足りないこととかあるか。そうですね、アピールしていただいて。先ほど子供、子供ドレスの子供ドレス小物子供着物のカタログがもうすでに上がりました。そしてウェディングドレスのファーストコレクションシュガー系コレクションのカタログも上がりました。そして、今月の20日に、卒業着物山本関西とシュガー系のカタログも上がります。カタログの方をご希望の方は先ほどの LINE 窓口とかお電話番号、ファックス、メールなり何なりとおっしゃってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、かやさん。はい、はい、はい、今井さん、ありがとうございました。今井さん、ありがとうございました。ちょっと私から一つ二つ、今井さんよろしいですか。ちょっとご質問させていただいて。はい。まず、今後の展示会関係の、まあ、出展予定というか、まあ、この間2月の初旬でしたかね、京都の、まあ、衣装展示会の方に、出られたかと思いますが、その後のなんかスケジュールで、今、お話、ご案内できる内容ございますかね。まあ、この後博多の方に参りまして、はい、それから東京に参ります、はい、今月博多東京、そしてまた名古屋でやります。でその後また東京という形で、4会場ほど3月には連続してやっていきます。ああ、今月の話ですね。その今月も早速やります。はい、なるほど、分かりました。で、そこでは基本的に今日ご紹介いただいたものの他にも、どのぐらいのボリュームでいろいろご覧いただけるんでしょうか。ボリューム的にはですね、もう本当に、七五三着物、ドレス、タキシード、ベビー衣装、そして、卒業着物、成人式の振り袖、そしてウェディングドレス、あらゆるアニバーサリーシーンに置ける衣装をたくさん展示、そしてお買い得コーナーも展示会の方には必ず、特設コーナーを作っておりますので、お買い得コーナーも開設いたします。お買い得というのはその日限定という感じですか。はい、基本的には、まあ、展示会限定ですね。あ、なるほど。展示会限定の限品衣装を販売させていただくという形になります。はい、わかりました。あとすいません、もう一つですね、1月の時にもオンラインで、今井さんの方からいろいろとシュガー系のお話とかね、いろいろしていただいたんですけれども、現状ですね、まあ、特に、まあ、今回もフォトスタジオの方視聴者多いんですけども、シュガー系とか、それからペティプリっていうんですかね、いろいろとブランドが、ある中で今実際に導入されている写真館さんのそれぞれのブランドの比率っていうのは特に偏りなくまんべんないっていう状況なんでしょうか。そうですね、そのように選んでいただいているように思っております。特にフォトウェディングとかね、今、なかなか結婚式、成人式もそうですね、それから緊急事態宣言が延長されたんで、卒業式もねちょっとできないっていう中で、やっぱ写真の記念にでも写真は残そうっていう需要も、特に写真館をはじめ今そういった動きがねやっぱ活発化はしてきてる中で、そういったなんていうか波は御社の衣装にも及んでる傾向にあるんでしょうかね。そうですね、やはり皆さん本当にフォトウェディングの、まあ、今までのやり方を少し変えて、もっと価値のあるアルバム、もっといい衣装でいいアルバムを作りたいというお客さんが本当に増えてきましたね。いいタイミングで本当にシュガー系のファーストコレクションウェディングドレス発表できたと思います。はいね、前回もそのまさに、ファーストコレクションウェディングドレス発表されて、いろいろと反響もね あったかと思いますし、また今後も引き続きいろんな新商品出てくることを楽しみにしてますんで、はい、またぜひぜひいろいろとフォトネクストの方でも、関わっていただけたらと思っております。はい、ありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。はい、アイム今井さんでした。どうもありがとうございました。